何者長野県の山中にある五十嵐博士航空機設計所に滞在中の望月健兵少佐は東京からの長距離電話によって「開始門の主」「白崎翔平逮捕」の報告を受けた少佐が電話を切って自室に帰ると開け放った扉の向こう側から「 一人の私服憲兵科士官が入ってきて敬礼した異常ありませんでしたご苦労引き取ってよろしい開け放った扉の向こう側は五十嵐郎博士の病室であるそこには医師と看護婦とが絶えず詰め切っているのだがそれをもって垂れりとせず望月少佐は 事件前まで五十嵐博士夫人の寝室であった部屋を占領して昼も夜も老博士の見張りを続けているのであった別室へ電話をかけに行くちょっとの間すら部下の憲兵を代わりに残して見張りをさせるという念の入れ方である憲兵が立ち去るのと入れ違いに老博士の即 新一青年が入ってきた今のお電話は三好さんからですか隣室の老博士を驚かさぬように低い声で尋ねるそうです犯人が逮捕されたのですこれも隣室までは届かぬささやき声であるえ犯人が あの指紋の男ですか一体何者です警視庁の指紋カードにあったのです芝区に住んでいる新崎翔平という人物です三好の報告によるとこいつが実に奇妙な男ですよで自白したのですかいや ななかなか自白はしませんしかし指紋が明瞭に一致している上に現場不在証明がないのですあの日にどこにいたかという確証を示すことができないのです新一は少佐と向かい合って肘掛け椅子に腰を下ろしタバコに火をつけた少佐はネズミ色の背広服。 新一はいつもの国民服である少佐は開け放った扉の向こう側の五十嵐博士の信頼が見える地位に椅子を据えて時々その方へ目をやっているそうでしたかそれであなたはその男を取り調べるために東京へお帰りになるのでしょうね。 新一がやはり低い声で尋ねると少佐は意外な返事をしたいや帰らないつもりですえお帰りにならないのですって犯人の真偽を確かめるよりももっと重大な仕事があるからです我々の目的は犯人を罰するということよりも あなたのお父さんの偉大なる発明を中途で挫折せしめないことです一刻も早くそれを完成して敵の本国大空襲を決行するというのが最大の眼目ですそれにはお父さんの回復が何よりも必要ですもしお父さんに万一のことがあればこの事業は全く挫折してしまうということは君も よく知っている通りですだから私はあくまでお父さんの身辺を守らなければなりませんでも犯人が捕らえられたとすればその必要がなくなるのではありませんかいやいやその逆ですよ。犯人が捕らえられたからこそかえってお父さんの身辺を守らなければならないのです。 これは普通の殺人事件ではない一国の運命をかけた国際艦長団の陰謀です一人の犯人を挙げたからといってそれで事件が終わるものではありませんかえってこういう時が一番危険なのですよああそうでしたよくわかりました 新一は少し顔をあからめて恥じるように言ったがしばらく考えたあとで言葉を続けた例の犯人が持ち去った父の設計ノートは発見されたのでしょうかそのことの報告はありませんでしたか一応ニラザキという男の住まいを捜索したそうですが。 今のところまだ発見されていないのです。ニラざは盗んだ覚えはないと言い張っているのですからね。<laughs> それにしてもこのニラざという男は非常な変わり者です。精神病者ではないかと思われるほどです。<laughs> 電話だから詳しいことは聞けなかったが彼は錬金術師と自称して。 地下室に不思議な工場を持っていいるというのですからね少佐は三好総長からの報告を真一に語り聞かせたそして最後に韮崎が自ら作った巨人の鉄の指によって捕らえられるに至った顛末をも付け加えたこのことがあってから丸一日は 何事もなく経過した井原氏老博士はまだ無意識状態を続けていたが上田市から来ている外科病院長の医学博士は負傷者がようやく絶望状態を脱したという診断を下しそれを人々に告げ知らせた餅月少佐は不必要と思われるまで厳重に老博士の病室を監視し続けた そして何事もなく一夜が明けてその翌日の夕方少佐の予感は的中して実に異様な出来事が起こったのである望月少佐にこのことを告げたのは設計班の一員南工学博士の妹京子であったその夕方 京子は下の温泉村に用事があって外出したがその帰り道黄昏時のほの暗いこの下道で真一の姿を見た真一は何かに疲れたように道もない茂みの中へ突き進んでいった無勇描写のような感じであった京子はその時のただならぬ様子をこんな風に語った。 私が呼びかけようとしますと、新一さんは手を挙げて、私が物を言うのを制するように見えました。そして、一心に前の方を見つめたまま、道もない茂みの中へ入っていくのです。もう暗くてよくはわかりませんでしたが、新一さんは誰かの後を追っていたのに違いありません。茂みの奥に、 ガガサガサといいうう物音がしていたようです誰かがそこをはっていったのですはっていったのですか妙な言い方だったので聞き返すと京子ははっとしたように怯えた目を見張ったへえそのものは茂みの底をはっているように感じられたのです。 んぞのように新一の後、おおうかおうまいかと躊躇しているうちに真一の姿はこの下闇の茂みの中へ溶けるように消えていったガサガサという物音もしなくなってじっとその場に佇たずんでいると何か夢でも見たような異様な感じに打たれた。 本当に今のは真一の姿であったのかそれとも山中の大間が時の幻に過ぎなかったのか京子は判断に迷ったそして何とも知れぬ恐怖に襲われ後をも見ずに別荘に逃げ帰ったが帰って探してみると真一はどこにもいる様子がなかった やっぱり幻ではない真一は何者かを追って山の中へ入っていったのだそう判断すると京子は直ちに兄南博士にこのことを告げ兄と共に望月少佐の前に出て異彩を報告したのであるその夜から翌日にわたって付近の山中 温泉村一帯の探索が行われた望月少佐の部下の憲兵たちはもちろん設計班の学者たちまでも手分けをしてできる限り探し回ったが真一は神隠しにでもあったように全く行方がわからなかった新一が自ら失踪するはずはない何者かにかどわかされたとしか考えられぬが 女子供ではあるまいし大の男がそんなにやすやすと門どわかされるのはちょっと想像もできない不思議な出来事であったこの異常時に引き続いて新一が行方不明となった次の日の真夜中にさらに一層驚くべき事件が起こった五十嵐郎博士の病室は その夜はことさら厳重に警戒されていた開け放った扉の次の間には望月少佐が眠りもう一つの出入り口の外の廊下には一人の憲兵が寝ずの番を務めていた病室にはこの二つの扉のほかに出入り口はない患者の寝台の枕元に承諾が置かれ その上に載せた絹針傘の伝統が室内をおぼろに照らしていた正宅の向こう側は庭に開いた押上げ窓である庭に面してはいてもここは会場なので長いはしごがなくては外部から侵入することはできない庭には見張りがありまた室内には絶えず人目がある。 この方面からの攻撃はほとんど不可能と考えられていたところが敵はその今をついて意外の一撃を加えたのであるその夜更け一時を少し過ぎた頃窓の垂れ幕が風もないのにかすかに揺れて 押し上げ窓のガラス戸の下部がわずかに開かれそこから黒い手袋をはめた手が一匹の生物のように室内に入り込んだのであるその時室内には患者のほかには一人の看護婦がいるばかりであったしかもその看護婦は寝台の枕元の椅子に腰掛けてこっくりこっくりと。 居眠りをしていた黒い手は窓と寝台との間にある正宅に伸びその上を巧みに這い回って盆の上の水薬の瓶をつかむとそのまま窓の外へ消えていったが1分も経つかたたぬに再び黒い手は窓から忍び込んで薬瓶を元の位置に置いた。 瓶の中身に何者かが加えられたか瓶そのものがすり替えられたのであろう。くせ者は縄ばしごを用いたのにそういない。そして見張り板の目をかすめ、キン,キン数分間の早業で目的を果たしいち早く逃走したものであろう。にら崎将兵ではない。 いかな奇術師の彼も東京と長野県の山中とに同時に現れることは不可能である。分身の術などというものが現実に行われようとは考えられぬ。別人である。ニラザキよりもはるかに実際的な恐ろしいやつがこの山中をさまよい始めたのである。 しかその翌日午前10時五十嵐郎博士の逝去が発表せられた博士夫人は同じ別荘の別室に描画していたがまだ高熱がさらず歩行も難しい状態だったので博士の臨終には看護婦の助けによってかろうじて枕元に自することができたばかりであった。 真一は行方不明であり他に呼び寄せるような親戚とてもなく老博士逝去によって生じた一切の事務は南博士と望月少佐の両人が取り仕切ってこれに当たった博士急性の原因は殊更には発表せられなかった。多くの人々は 癖者によって負わされた傷所の悪化による制去であろうと考えていた本当の死因を知っているのは主治医の外科病院長と望月少佐と南博士の3人だけで南博士の妹の京子や看護婦でさえもそれを打ち明けられてはいなかった老博士の以外は 上田市から運ばれた棺に納められて3日の間別荘に置かれていた言うまでもなく新一の帰宅を待つためであるしかししんいちは帰ってこなかったそこで望月少佐と南博士の責任において簡素な葬儀が執り行われ五十嵐博士の意外は 上田市の火葬場の場煙となった別荘の住人一人として老博士の急姓に涙を流さぬものはなかったが共同者の学者たち望月少佐をはじめ憲兵隊の人々の嘆きはまたひとしおであった個人の死を悼むというよりは国家の損失を嘆いたのである。 選挙区を一挙に決戦とする大計画の挫折を悔やんだのである望月少佐がこのことに関する全責任を一心に負うたのは言うまでもないでは少佐はこの事件から身を引いたのであるか決してそうではなかった 逆ににはこれまでよりもさらに深く事件の中に身を投じていったのである木本博士南博士その他設計班の学者たちは前後策について慎重な協議を行い陸軍省の指示を待ってこの大事業を彼らの手によって継続していくことを決意したこの超速航空機の設計については 五十嵐博士でなくては処理しえない部分が非常に多かったがそれにもかかわらず学者たちは万難を拝して五十嵐博士の偉業の完成に邁進することを誓い合った五十嵐老博士逝去の日から慌ただしい五日間が過ぎ去った六日目の朝 やっと寸歌を見出した望月少佐は久しぶりで朝食後の山の散歩に出かけた少佐はその日一応東京に引き上げることになっていたので別荘付近の山の風景に名残を惜しむ散策であった背広服に鳥打ち棒ステッキを振りながらまず見晴らし台へ登ったここは かつて五十嵐新一と南京子とが別荘の煙突から這い出すセモ者を発見した場所である望月少佐もそのことは新一から聞いてよく知っていた少佐は見晴らし台の大石に腰を下ろしてはるか目の下の温泉村の田舎渓流それよりはずっと手前の 山の中腹の別荘の建物などを眺めたくせ者の這い出したという四角な暖炉の煙突ははっきり見えているが今日は何者もそこから這い出す気配はなかったしかし何かしら予感があったどことも知れずこの山そのものが 少佐の心を異様ににきつけているように感じられた少佐は見晴らし台からさらに山上への細道をたどってみようと考えたほとんど道とは言えないような道を湖畔町も登ると林が開けて五六坪の平らな草原に出たふと気が付くと足元の草の中に。 黒いいものが落ちていた。少佐はそれを拾い上げた「万年筆」である落ちてから大して日数がたっているとも見えぬ小野と万年筆である少佐は真一が胸のポケットに挟んでいたのも確か小野とであったことを思い出したそしてにわかに緊張した面持ちになって 辺りを見回すのであった数日前新一の捜索が行われた時人々は別荘よりも下の山中から温泉村にかけての地域を主として探し回り別荘よりも上のこの辺は見逃されていたのである少佐の鋭い目は草原の一方の端に注がれた。 そこが急な坂になって土に何かの滑ったような跡がついていたからである近づいてよく見ると土の斜面に靴底の一部がはっきり印せられていることが分かったその斜面を降りて注意深く茂みを分けて進んでいったそして道なき道を56分もたどった時 少佐は,はっとしたように立ち止まって聞き耳を立てた何かかすかに音がする動物のうなり声かいや人のうめき声のようでもある少佐はステッキで足元を突き試みながら注意深く静かに声のする方へ進んでいった。 歩進むとステッキの先が硬いものに当たって音がしたしゃがんで草を分けてみると太い松丸太が45本縄で縛って蓋のように置いてある耳を澄ますと声はその下から響いてくるようだ丸太の蓋を取りのけるとその下に 井戸のような大きな穴がぽっかりと黒い口を開いていた「おいそこに誰かいるのか?」どなってみるとそれに答えるようにうなり声が高くなったそこは深くて暗いのでよくも見えぬけれどどうやらその底に人間が倒れている様子だ穴の中には 直立のはしごがかかっている。少佐はそれを伝って一畳ほどの穴の底へ降り立った上の入り口よりもそこは広くなっていて一見四方ほどもある四方は土の崩れぬよう頑丈な石垣になっているそこに倒れていたのは想像のごとく。 ガラシ新一青年であったぐるぐる巻きに細引きで縛られ手ぬぐいの猿ぐつわをはめられて物も言えず身動きもできぬ哀れなありさまで転がっていた少佐は手早く猿ぐつわを取り細引きをほどいてやっただが新一は起き上がる気力もない はあ、餅月さん、ありがとう。はあ、僕は、必ずあなたが助けに来てくださると信じていました。はあ、ありがとう、はあ。しかし、父は、父は本当に、亡くなったのですかその質問には、 望月少佐の方で一興を喫した君はどうしてそれを知っているのです僕をここへ閉じ込めたやつがそう言いましたおそらくそいつが父を殺したのですそれは何者ですわかりません毛玉のみたいなヒゲムジャのやつです人間よりも動物に近いようなやつです この穴を住まいにしていたのですからねではそいつはまたこの穴へ帰ってくるのですかいやもう来ませんおとといそいつが最後に握り飯と水を持ってきてくれた時「もうここへは帰らない」と言って立ち去りましたその時から僕は全く絶食しているのです それでは、その男は君を死なないようにここへ監禁しておこうとしたのですね。その理由は、君にはその理由がわかっていますかそれは、僕にこの穴を発見されたからです。僕を別荘に返しては自分の身が危ない。と言って、あいつは父を亡き者にするという目的を果たすまでは、 ここを立ち去ることはできないそこで僕を虜りこにしておいたのです別に僕の命を取る必要はなかったのでしょうなるほどで君はこの穴をどうして発見したのですか別荘の下の道であいつを見つけてそっと後をつけたのです そのことは京子さんが知っているはずです京子さんと別れてから僕は道もない茂みの中をここまで登ってきたのですそして今度は逆に相手に見つけられてしまったのですあいつは最初から僕が尾行することを知っていてここまでおびき寄せたのでしょう 僕たちは随分激しい取っ組み合いをしましたしかしとてもあいつにはかないません恐ろしく力の強いやつです猛獣のようなやつです真一はようやく起き直って穴の底の石壁に背を持たせていた望月少佐は両手でステッキにすがるようにして その前にしゃがんでいた2人とも穴を出ることも忘れて慌ただしい会話を続けていたのである意外なやつが飛び出してきましたねこいつはニラ崎翔平などとは全く別種の人間らしいろん日本人でしょうね日本語を使っていました。 しかし、本当の日本人かどうかはわかりません。そこまで深く観察することはできなかったのです。で、そいつはニラザキと、例の指紋の男ですね。あの男と何か連絡があると思いますかわかりません。その点については、こちらから尋ねてみても何とも答えなかったのです。 しかし無論同類でしょう目的が同じなのですからねそれから望月少佐は五十嵐博士逝去のことと遺外は上田市で荼毘に付し遺骨は病中の博士夫人に代わって南京子さんが預かっていることなどを告げ知らせたあなた方に対してもまた 国に対してててもまとに申しし訳ないい思っていますすすべ僕の責任ですしかしこれについてはいつかきっとお詫びする折りがあると思います十分お詫びする時が来るだろうと信じています少佐は何事か気するところあるもののごとく力強く言うのであった いや僕こそ不甲斐ない始末ですこんなところに虜りこになってしまって父の臨終さえ知らなかったのですからね僕にしては責任は僕にこそあると考えています父の霊を慰めなければなりません父はどんなに無念だったでしょう それを思うと、僕は涙が溢れ出るのです。声を上げて泣きわめいても、まだ足りないように思うのです。僕はきっと、復讐してみせます。この艦長団の一味吐刀を一人残らず探し出して、根絶やしにし、父の無念を晴らさなければなりません。 興奮と飢餓とのために肉体の成長を失した新一青年は疲れたように批判の言葉をしゃべり続けたそこは山中の洞窟の中であるそれにけだものに近い人種が結挙生活をしていたのだその地の底で新一は止めどもなく嘆きと呪いの言葉を吐き散らすのであった 望月少佐は真一の顔をじっと見つめていた何か意味ありげにその白い美しい頬を凝視していた薄暗い穴の底のこの異常な光景は鋭いメスでえぐられるような鮮やかな深い印象を与えた。 少佐にとっても新一青年にとってもこの一瞬間には何かしら一生涯忘れられないような異様な感銘があったかくて五十嵐郎博士の死を境として事態は一転した一方には残った学者たちによる郎博士の偉業完成への精進があった 温泉村の別荘には一種の殺気ともいうべきものが漂い始めた国運をかけた学者たちの精進はそれほど激しかったのであるそしてこの科学者の情熱はついに実を結びうるか否か一方には官庁団捜査の大事業があった。 その主人公は言うまでもなく望月憲平少佐であるそれに次いで五十嵐新一青年の復讐の一年もまた侮りがたいものがあった錬金術師・韮崎将平は果たして官庁団の主会であったかどうか新一を捕らえた獣のような結巨人は そそもそも何者であったかいやいやそれらのことよりもこの事件全体を覆っている一種限界なる雰囲気不可説の謎そこ知れぬ全悪二道の執念それらの奥には一体何事が何者がいかなる秘密が潜んでいたのであろうか。 F3 号大統領ルーズベルトは巨大なる安楽椅子の中で腹を抱えて笑い言っていた「FFFFFF」と聞こえるしゃっくりのような笑い声がとめどもなく続いた白亜館会場の例の秘密陰検室である。 もう夜が更けていた。伝統は極度に原稿されていた広い薄暗い室内には大統領のほかにたった一人背の高い男がひょろりと立っているばかりであったその男は笑い言っている大統領の安楽椅子の前に針金のように痩せた長い体をさもうやうやしげに直立させていた。 彼は陸軍省機密局長オブライエンであった。オブライエンは今宵初めてこの大統領資質への単独至高を許されたのであるが、入ってくるが否や、大統領のこの途方もない笑い声にぶつかって、はっきに取られたのである。<laughs> 君君はあのジャップキットというやつを見たことがあるかね、はあ、わしはさっき下の広間でジャップキットの映画と腹話術の人形とを見せられたのだよ。は <laughs> は実に君をじゃ日本人のサルメがうろうろキョロキョロと集体を晒しよる。 実に報復絶当じゃ。<laughs> ことに、ジャップキットの人形は傑作じゃ。腹話術でキーキーと、猿のような声を出し寄る。あの、ジェンキンズという腹話術師は、実に名人だね、えー。君は見たことがあるかね見ました。 ジャップキットの猿芝居はあらゆる種類のものを見ておりますオブライエンはうやうやしい態度のまましかしにっこりともせず苦虫を噛みつぶしたような顔で答えたああそうだこいつは君の方が専門だったねあのジャップキットを発明したのは ひょっとしたら、君の方の宣伝部じゃないのかねこいつはいい思いつきだ。あの、修悪なサルメの芝居は、全国の工業街の人気をさらっているというじゃないか。<laughs> 実に傑作だ。これを発案した男には、勲章をやってもいいくらいだね。閣下、あれを思いついたのは、決して私の部下ではございません。 ブロードウェイのサルジエ工業士が考え出したものです。全く金儲けのために考案せられたものです。<laughs> 閣下、私はあの工業を禁じた方が良いと考えております。ジャップキットの演劇も人形芝居も映画も一切現金すべきだと考えております。<laughs> 君はそう思う思のだね。その理由は理由は戦争に悪影響を及ぼすからです私は日頃から日本人を猿のようにことさら醜悪化した漫画やジャップを虫けらインセクトなどと呼んで得意がっている新聞雑誌の記事を見るたびに 実に苦々しいことと思っております。後戦国の人民を軽蔑することはなるほど痛快には相違ありませんが古来相手を頭から軽蔑してかかって勝ち得た戦いはないのであります。ことに日本のごとき一種不可思議なる戦争哲学を持っている強国に対して アメリカ人全体がそういう軽蔑感を持ってしまってはゆうゆしい大事でありますこれについては先日前駐日大使のグルーさんとも話し合ったのでありますがグルーさんも全く私と同じ意見でありました。サルのような取るに足らぬ国民だと相手を飲んでかかるのは結構ですが。 そのために前線の軍人が日本人を軽蔑してしまっては大変です。日本の軍隊は決して猿の群れではないからです。ヒトラーは我が闘争の中でこれを戒めております。陸軍歌詞官ヒトラーの全対戦における体験です。ドイツの戦時漫画が敵国人をバカにしたようなものばかり書いていたのは誤りである。 前線ににおけるるそののは実に恐るべきものがあった敵の強力な抵抗にぶつかってドイツ兵は国内で聞かされていた軽蔑すべき敵とは全く違ったものを感じこの不意打ちにあって記憶れを感じたのである「敵国人軽蔑の国内宣伝は現に戒めなければならぬ」と書いております。 グルーさんもこのヒトラーの言葉を思い出してジャップキット劇の流行を「苦々しいことだ」「自意的な独りよがりだ」と言っておりました大統領はこの苦言に耳を貸して笑いをやめたそして腕組みをした一方の手で顎をなで回したなるほど。 その点はグルー君や君の言う通りだ。私は国内の指揮を盛んにすることばかり考えていた。ジャップキットの見物人の中にはやがて前線に行く軍人が多数混じっているということを忘れていた。君の言うようにジャップキット劇の禁止令を出さなくてはならぬかもしれん。 だがそれはいずれゆっくり考えるとして差し当たって今夜の問題だ君の報告を聞くことにしよう大統領は椅子の中で居住まいを直してオブライエンの鋼鉄のように痩せた顔を見上げた東京の F3 号からの通信です オブライエンは猫背になって大統領に顔を近づけ声を低くしたそれは聞いている通信の内容は例の高速度飛行機の設計ノートを盗み出して焼き捨てたのですこちらへ送る手立てはなかったのだねそうです焼き捨てるほかに方法がなかったのですそれから うん、それから発明者を天国へ送ったと報じてきました民間の老科学者だったねそうです一度視察しようとして失敗し二度目には毒薬で成功したと言っておりますこの男の脳髄と一緒に高速度飛行機の抗争が葬られたのです 日本の陸軍省が非常な期待をかけて援助していた発明が全く無に期したのです。F-3 号の大功績です。見方によっては太平洋の当初いくつかを占領したよりも大きな手柄です。F3 号の愛国心に報いるところがなくてはなりません。無論十分の論功交渉をしなければならぬ。 差し当たって私の名で感謝の意を表しておいてください。そういう通報をしておいてください。ところで、今夜の君の話はそれだけかねいや、まだ他にございます。やはり F3 号とその同僚の活動に関するご報告です。うん。東京における活動だね。そうです。 我が中日宣伝班の功績についてであります。今度の高速度飛行機設計ならびに試作の一件は特別に重大でありましたために陸軍長官を通じて閣下のお耳に入れる手続きを取った次第でありますが F3 号の一団のやっております仕事は無論これだけではありません。小さいことを申しますれば。 日本商船の出航日時航路などを我が潜水艦隊に通報して手柄を立てたことも一度や二度ではありませんがそれよりももっと重要なのは日本国民を敗戦思想に導くための秘密工作です F3 号からの中継無電通報によりますと 日本国内の食料事情は相当困難になっておりますもっともこれは日本が一面において農業国であるという前提のもとに農業国にしては随分窮屈な食料事情になっているというに過ぎないのでありましてかかる情報を直ちに楽観材料とすることは現に戒めなければなりませんが日本人としては 農業国であり食糧問題には自信を持っていただけに現在の窮屈な状態が相当身に応えているのであります。これこそ我々が利用すべき敵の弱点です。この虚に乗じて敗線思想・沿線思想を植え付けなければ他にその機会はありません。F3 号の一弾は無論そのことをよく承知しております。 彼らは東京ばかりでなく日本全国の重要都市に職種を伸ばしあらゆる手段を用いて食料問題に関する流言を放っております。シナ方面で申しますと上海には Q31 号の本拠があり香港には Q7 号の本拠があり香港以南の諸都市にはその部下が配置されています。これらのものもが、 F3 号と I 交互して流言を製造しているのであります流言は食糧問題ばかりではありません選挙についても日本国民の士気を疎走せしめるためのあらゆる流言が放たれておりますつい数週間前日本領海内において 我がアメリカ艦隊が全滅の悲運に介したという流言が放たれたことがあります。無論日本国内においてです。これは上海の Q31 号の総意でありました。そうして一時日本人を有頂天にさせておいて後にそれが巨峰であったと分かりがっかりした隙を狙って。 沿線思想を振りまこうという工作ですしかし残念ながらこれは失敗でした日本政府が時期を失せず明確な言明を発表して流言を粉砕したからですそういう裏の裏を考えた流言工作すら行っているのでありますで F3 号の食糧問題に関する流言の結果はどうだね。まだはっきりした結果はわかりません。ともかく食糧問題を根幹として、沿線思想挑発のあらゆる手を打ちつつあるという報告を受け取っているのであります。戦争以来、日本に隣組という国民組織ができていることはご承知の通りですが、 その隣組は月に一度または二度ぐらい全員が集まってお茶の会のようなものを開くのですその会ではいろいろな世間話が弾みますここに流言の温床があるのです F3 号の一段もおそらくこの隣組お茶の会に向かって盛んに流言を注入しているに相違ありません 日本は戦争に勝つために隣組の組織を作ったのですが逆にその隣組お茶の会が流言の温床となり敗戦思想電波の役割を務めるならば我々にとってこれほど望ましいことはありません。アメリカ機密局は従って F3 号の一弾は日本の隣組がそういうふうに 我々に好都合な方向に進んでいくことを中心より希望しているのであります F3 号の触手は軍需工場にも伸びていることは申すまでもありません日本は今我々の国の軍需生産力に追いつこうとしてあらゆる手段を講じております 日本中が飛行機工場になっていると申しても過言ではありません兵隊以外のものは全国民男子も女子も行員に変わりましたそして一日でも1時間でも早く我がアメリカの軍需生産量にきっ抗しようとしているのです日本の全国工場化の猛進ぶりは実に恐るべきものがあります 戦線において死を恐れぬ国民は生産工場においても勇猛心を持って戦っているに違いないのです我々は一刻もこのまま放任しておくことはできませんあらゆる手段を講じてこれを妨害しなければなりません F3 号の使命はそこにあるのです F3 号の一段は重要軍事工場に触手を伸ばして 後院の大業を挑発しております食料問題をこれに関連せしめ闇取引の助長を図り悪徳をルフして行員の愛国心正義心を破壊するために全力を尽くしておりますでその成果はやがて報告に接することと思います F3 号は高速度飛行機設計者を天国に送りその設計ノートを灰にしてここに重要任務に一段落を告げたので本来の思想暴力生産力破壊暴力に全力を注ぎ始めたのであります。そしてその活動は相当広範囲にわたり F3 号独特の必要さで継続せられることと信じます。 よろしいそれでは F3 号に私の名で感謝の意を表するとともに新しい使命の成功を祈ると伝えてくれたまえ大統領はそう言い終わると安楽椅子にがっくりと身を沈めて物思わしげに腕組みをしたオブライエン機密局長官は びっくりして目の前の大統領の顔を見つめたその顔は恐ろしいほど変わって見えたのである平べったい顔面に突如として陰酸なる影を生じ肉はたるみ額と頬うに幾百本の深いしわが刻まれ目の下に黒いあざのごときものが現れ 一瞬間前までの闘志満々たる大統領はたちまちにして規則延々たる瀕死の老王と貸し去ったのであるオブライエン君君だから遠慮なく言うのだが私は時々この戦争の重荷に耐え難くなる時がある今ちょうど この悪夢が私の上にのしかかってきたのだアメリカは今生産力の絶頂にある戦線は八方に伸ばせるだけ伸びきっている一年以前までは敵国日本が感じていた補給線の困難が今こそひしひしと我々に襲いかかっている 食糧事情の悪化は敵国のことではない私たちの身辺にもそれが厳しく迫っている農業国アメリカの農園は今や刻一刻荒廃しつつあるオブライエン君私は大統領だだから 国の内外の最重要事情については君たち以上によく知っている。あらゆる機密が私の狭い脳髄の中で押し合っている。そしてその重圧が私を耐え難くする時があるのだ。広大なる祖国アメリカの土地と人民と光栄ある歴史とが。 この小さな私たちの体を押しつぶそうとするのだ。戦いの勝敗を決する者は飛行機や戦車や軍艦ではない。私たちはそういうものの力を信じすぎてはいけない。本当の勝敗の要素は国民だ。 全国民の気力遺憾にあるそしてここにこそ祖国の危機がはらまれているのだ大衆は戦線の伸びきったこの困難な状態を有頂天になって喜んでいるジャップキットの芝居にうつつを抜かしている <laughs> そうだ いかにも君たちの言う通りあの芝居はいけない本当の我々の敵はあんなケチな道化者ではないからだ日本の松岡がヒトラーを訪ねた時ヒトラーは日本の国体が羨ましいと言ったそうだが あれは外交事例ではない。この私自身も同じように感じている。敵国日本の国体が戦争には最も強い国体であることを認めないわけにはいかぬ。私はいつかチャーチルとこのことについて話し合ったが、あの負けず嫌いのチャーチルすらも、 日本の強みはそこにある。それが怖いのだと言っていた。それが怖い。オブライエン君、それが怖いのだ。君はわかるかね。それが怖いのだ。大統領は、 悪夢にうなされているかのごとく見えた額の大きなしわの間にそこの産毛の先にびっしょり汗の玉が浮かんでいた覆いをかけた薄暗い電灯の光黒いカーテンをかけ連ねた窓窓陰影の多い広い冷たい部屋 外界の物音は全く遮断せられシーンと静まり返った大気その暗く広い部屋の真ん中安楽椅子に渦巻った大統領の頭上には何かしら危機のごときものが漂っていた東洋の神秘の国そこの神々の怒りが呪いの煙となって大統領を覆い包んでいるかに感じられた。 瀕死の老王に変貌せる大統領無魔にうなされている大統領その身辺に擁影して陰々と自打を打つ声なき声朦朧として視界を横切る姿なき姿鋼鉄のごとき神経の持ち主オブライエンもこの神秘なる霊的現象には一瞬。 言うべからざる旋律を感じないではいられなかった滝の乙女ちょうどその時東半球日本国信濃の国の山中すがすがしい山気と朝もやの中に一つの奇跡が行われていた。 五十嵐真一は父博士の死後も温泉村の山荘に踏みとどまって高速度飛行機設計班の学者たちと帰去を共にしていた科学者でない彼は直接設計の仕事に加わるわけではなかったが母夫人がまだ病床に横たわったまま東京に帰ることもできない状態にあったので一つはそのために。 三層の滞在が長引いていたのであるしかし新一青年の心の底を探ってみると彼をこの三層に引きつけているものはまだそのほかにもあったそれは南光学博士の妹京子である五十嵐博士の死後 この清純なる乙女の要望に一種聖なるやつれともいうべき変化が現れてその身辺にただならぬ気配が感じられた新一は誰よりも先にこの変化に気づきそれとなく京子の動作に注意を怠らなかったがある早朝彼はついにその謎を解くことができた。 まだ明けきらぬ朝もやの木立の中を縫うように京子の姿が温泉村の渓谷へと急いでいた山荘の人々は誰も置き入れてはいなかった新一青年も寝巻きのままガラス窓越しに夢のような京子の姿をかいま見たのである果たして京子は 人知れず何事かを行っているのだ新一は手早く衣服を着けてその後を追った相手に悟られぬよう朝露に裾を濡らして尾行した京子のおぼろな姿は林を縫い草を分けて温泉村のはるか上手の渓谷へと降りていく。 谷川のせせらぎは近づくにしたがってその音色を高めついに滝の音と変わる木の枝越しに天下る白い帯が見える冷たいしぶきが頬に感じられる三畳ほどの断崖から落ちる細い美しい一本の滝その滝壺の岩の上に 何かしら神々しい白いものの姿がすっくと立っているしんいちは声をのんでそれを見いった霊明の三鬼に包まれ滝しぶきと朝もやにかすんだその姿は白い浴衣一枚になった京子であった京子が滝に打たれているのであった 黒髪は溶けて肩に流れ白衣の長いたもとはもつれて肌にまとい名目した白い顔には血の毛もなくて合掌せる手先と岩を踏まえた素足の指にほのかな桃色が漂っていた滝つせは黒髪を乱し肩を打ち白衣の肌を伝い流れ弾き飛んで 盲謀たる水煙となり神秘なる乙女の姿を神々しくぼかしていた水煙の中に色を失った唇はかすかに動き合掌せる手首は激しく震えて彼女は一心不乱に何事かを念じているのである真一は 乙女心の激しさに打ちひしがれて晩秋の冷気の中に立ちすくんでいた長い長い間身動きもせず息さえ止まる思いでその神々しいものを見守っていた手に汗を握り涙を流し疲れたように立ち尽くしていた どれほどの時が経ったのかふと夢が覚めたように我に帰ってみるとすぐ目の前の林の中にいつの間に着替えたのかもんぺ姿の京子の現実の姿があった真一は木の枝をかき分けてそのそばへ近づいていった京子も物音に気づいて振り返ったまあ真一さん とうとうあなたに見られてしまいましたのね。京子はまだ青ざめた片方にほのかな微笑を浮かべて静かに言うのであった。毎朝ここへ来るのですかええ。何を祈るためにですお分かりになりませんの京子はかすかな憤りを見せて、 やや激しく聞き返した「分かっているような分かっていないような」新一は曖昧な答え方しかできなかった「あなたは残念ではありませんのお父様はあんな目にお会いになり設計はダメになりお国は測ることもできない」 大きな損害を被ったのです男の方はそれをどう考えていらっしゃるのでしょうなんだかのんきすぎるような気がするのです私はじっとしていられませんでしたでも女には物を考える力もことを成し遂げる力もありません ただ祈るばかりです。命を的に祈るばかりです京子の激しい言葉は滝の音を押して真一の耳に響き渡った冷たい水しぶきとともにその声が彼の方を打った「私は五十嵐先生の後を継いで」 この難しい仕事を成し遂げようとしている兄たちの念願を、どうかおかなえくださいと祈るのです。あなたがお父様の仇を見つけて、お国のためにあだをおうちになれますようにと、それから、おかわいそうなあなたのお母様のご病気が、一日も早く治りますようにと祈るのです。 そしてそれらをひっくるめて帰するところはこの大戦争にお国が勝利を得ますようにと私のこの小さい生命を捧げて祈っているのです。真一は乙女心の激しさに無ち打たれる思いで。 涙ぐんで京子の気高い顔を見上げた京子さんありがとう父のことや母のことを祈ってくださってありがとう京子さん今僕がどんな心持ちでいるかあなたには到底分かりません 僕はそれを言い表すことができないのです。今はできないのですが、しかし、京子さん、よく覚えておいてください。この滝の前で、この林の中で、涙を流している僕を、よく覚えていてください。いつか、お話しする檻があるでしょう。 僕の本当の心持ちをいつか詳しくお話しするおりがあるでしょう真一は真実涙を流していた滑らかな白い方をキラキラ光るつゆの玉が次々と滑り落ちていくのが眺められた 真一は京子の手を取っていた二人はまだ明けやらぬ三期の中にじっと立ち尽くしていたこの朝のこのひとときが二人の運命にとってどのような深い意味を持つかも知らずして彼らは命名の心の中を静まりゆく劇場の波糖を 静かに眺めいるのであった。